オタフの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタフです。今日紹介するおもちゃはこれだ。スタジオハーフアイ完全変形ゲッターラボゲッター2だ。というわけでね、これは前回の動画の続きになっていて、オタフはテクニカルレベル10、3機のゲットマシーンが完全変形合体し、ゲッター1、ゲッター2、そしてゲッター3に変形合体するんだけども、今回はこのゲッター2を紹介します。前回のゲッター1の合体させる順番はイーグル号、ジャガー号、そしてベアー号だったんだけど、今回のゲッター2はこのようになります。ジャガー、ベアー、そしてイーグル。さあ、お待たせ。それでは早速、変形合体させよう。合体させるときの掛け声、一緒に言おう。それでは行きます。チェンジゲッター2、スイッチオン。ルル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 ル。まずは、ジャガー号。これを変形させます。変形させる前に、ちょっと全体のディティールを見ていきます。変形前はこんな感じ。裏側。さあ、それでは行こう。まずは、ここ。このパネルを起こし、回転させて、回転させながら、こっちに持ってくると。押し込む。そうするとこの絵になります。反対側も同様。ここのカバーを開いて、回転。そして下に下ろす。ここでスライドさせます。これがいわゆる、ゲッター1の腕ですね。そしたら、この部分を反転させる。反対側も同様。今回も難しいよ。どんどん行こう。ちょっとね、喋るのが少なくなると思います。ちょっと違う角度から見ていこう。そして、反転。さあ次。裏返して、ゲッター2の腕を取り出す。こっち側がゲッターアーム。こういう感じですね。反対側も同様。そしたら、ここで干渉するので、ずらしながら前に出して、腕を下に下ろす。反対側も同様。こっち側はゲッタードリル。さあ、そしたら、再び正面。ここのカバー。これを開く。これは、ちょっと横に開いて、この横のパーツを開いて、この中のヒンジを使って、こう上に上げるような感じ。こういう感じですね。上に起こして、横に持ってくると。で、このヒンジの角度を変えて、こう垂直に、ちょっと浮かしながら、横に持ってくる。反対側も同様。干渉するものをどかして、こう。さあ、そしたら、今度は後ろ側のキャタピラを90度動かして、このようにする。そしたら、ゲッター1の肩がこれですね。これを角度を変えて、で、この軸を使って、腕を後ろ側に持ってくるわけですね。こういう感じにして、このキャタピラでくるむような感じで、ここに持ってくると。反対側も同様。ちょっとどかそう。ここら辺がマックスで複雑です。角度をこういう風にして、このように形を作ってから、くるむと。この辺が、ヒンジがめちゃくちゃこう集中してるんで、少しずつ、形を整えながら、こういう風にするわけですね。そしたら、ゲッター2の腕の調整。関節がこういう風になっているので、こっちを前に持ってくる。そしたら、アームの可動部を前に持ってくる。こうですね。これで右腕の完了。そして、最後は反対側の腕。これは、ここまではさっきと同様ですね。関節を前に持ってきて、このドリル。この展開の仕方が面白いです。ここにある軸を使って回転させて、こういう風に持ってくれば、これでドリルの完成。あとは、細かいところを微調整すれば、これで、ジャガー号の変形合体準備状態完了。合体がね、完了したら最後に、ここを回転させて、このようにね、頭部を出します。ジャガー号はこんな感じ。さあ、次、ベアー号。これもね、変形させる前に、全体のディテールを見ていこう。こんな感じ。裏側から見ると、このようになっています。さあ、行こう。まずは、このミサイルを上に起こす。反対側も同様。上に起こして、ここら辺。これの難易度が結構高いです。まずは、この大きい方。これを、90度傾けて、こっち側に傾けて、ここから見ると分かりやすいんだけど、このように回転させる。そしたら、この中のヒンジを使って、外に向ける。そしたら、反対側も同様。こう。このようにします。さあ、そしたら、ひっくり返して、密着。こう。で、コックピットを開く。で、開いた時に、ゲッター3の頭部。これを残したまま、こういう感じにします。さあ、そしたら今度は、ここ。まずは、これを、下に下ろして、この中にアームが入っています。このアームを伝って、これを外に逃がす。前に持ってきて、角度を変えて、さらに、こっちに持ってくる。これで合体準備状態完了。ベア号はゲッター2に合体した時に胴体になります。ここですね。ここに、こう合体させた後、このパーツをこっちに持ってくるわけですね。さあ、次。これで最後。イーグル号。これもね、変形合体させる前に、ディテールを見ていこう。これ、中にゲッタートマホークが内蔵された状態で変形します。さあ、それでは行こう。まずは、足。これを伸ばします。片側ずつ行こう。ここを開いて、このフィンを展開。こっち側に持ってくる。そしたら、これが足ですね。こっちの角度にして、このようにします。この細いのが足首です。そしたら反対側。これを曲げて、この角度にしたら、このフィンを展開。ゲッターは、イーグル号が一番変形簡単です。そしたら、これを閉じる。反対側も閉じる。これで、片足の変形完了。反対側も同様。伸ばす。展開。フィンを出して、このようにすると。こう。そしたら、閉じて、こう。これで足の変形完了ですね。さあ、そしたら、これが、尾翼。尾翼かな？この尾翼を、後ろの方に持っていく。こう。さあ、そしたら、機種周り。ここの部分の角度を変える。このようにして、ここのクリアランスを作ったら、横。この白いパーツを全開まで押し出して、ここももう一段階伸ばす。さあ、そしたら、これを180度回転。後ろに持っていき、これを倒せば、これで、イーグル号の変形合体準備状態完了。さあ、これで3体の合体準備状態ができました。ここから順番に合体させていきます。まずはベアー号とイーグル号。これを合体させます。イーグル号の後ろ。ここが合体ジョイントの受けになっていて、ベアー号。これが合体ジョイントですね。ここを噛み合わせます。ちょっとゆっくりやろう。こういう感じ。これで、はまりました。はめたら、この状態ではまだロックされてないんだけど、ここのアーム。これをこっち側に持ってきた時点で、ロックがかかる仕組みになっています。最後は、ジャガー号。ジャガー号はどういう風に合体させるかというと、一度これをちょっと外して説明します。これが受けになってて、平たい板みたいなものが刺さりそうな受けがあります。さっきの板状のプレートはこれになっていて、ここを噛み合わせるわけですね。で、パーツの干渉を起こすので、本体を一度開いておきます。これを、ここに押し込みます。入った。そしたら、ボディの横に隙間があります。ここに、この、ジャガー号の横のパーツを入れるわけですね。で、ここを調整して、さあ、そして最後、ジャガー号の機首を反転。下に倒せば、完成！ゲッター 2！ ご覧ください。見事に変形合体しました。あ、いいね。ルルルルルルルが聞こえてくる。ジャガー号のホワイト、ベアー号のイエロー、そしてイーグル号のレッド。カラーリングの配置も見事ですよね。そしてゲッター2といえば、細い足。なんと、これは、かなり上半身が重いんだけど、ちゃんと立っています。このバランスも素晴らしいですよね。横から見ると、かなりボリューミーです。背面から見るとこんな感じ。このゲッター1の足が、そうだな。見立て的にはロケットブースターのようなバックパックになっています。反対側の横。ちゃんとね、ゲッターアームがあります。早速、手に取ってみよう。これね、結構でかいんですよね。ゲッター1の時も大きかったです。はぁ、不可能だと言われたゲッターロボが、ちゃんとね、見事にゲットマシンから変形合体します。いや、素晴らしい。それでは近くでじっくり見ていこう。まずは頭部のアップ。顔の造形はこのようになっていて、もうまさしくゲッター2です。シルエット的にここがなんていうのかな、頭部飾りのように見えるんだけど、これはさっきお見せした通り、機首が倒れて、こういう風になってるわけですね。ホワイトのレジンに細やかな塗り分けによって、色分けをね、再現しています。上半身。この辺の、なんていうのかな、見立てが素晴らしいですよね。少し離れて上半身。正面から見て、ベアー号に当たる部分っていうのはここしかないんだけど、このイエローの部分が大変存在感があります。さあ、そして下半身。これすごいよね。ゲッター1の時は、ロボットの上半身と、頭部を構成していて、この足回りはマントになっていました。これが見事にね、足になっています。基本的には変形合体をさせるっていうプロセスが、メインのキットなんだけども、こんな風に、頭部が動いたりとか、腕、変形でお見せしたように、各部に関節があります。ドリル、こんな感じとか。反対側の腕ももちろん稼働します。ゲッターアーム。当然ながら腰は動かないんだけど、足は、このように動きます。動くんだけど、まずこの状態で立たせるのは難しいですね。少し動くといった感じかな。各部を動かしてアクション！ゲッタードリル！僕は第4次スーパーロボット大戦でゲッターロボをすごく使っていたので大変思い入れがあります。ゲッター1とは違い、これ地中に潜ることができるんですよね。地中に潜って活動できるのがなんか好きでしたね。あとは動きが素早い。分身持ちです。腕が両方違ったり、足がすごい細かったりとか。王道なロボットスタイルのゲッター1とはちょっと違うところがまたかっこいいですよね。最後はわかりやすい大きさ比較。ロボット魂、マスターグレードのガンダムと一緒に並べるとこんな感じです。おー、いい大きさですね。頭の高さでおおよそ25センチ。結構大きいです。あとはゲッター1とも比較してみよう。せーの、じゃーん。もう全然シルエットが違いますね。同じゲットマシーン3機からこれだけ違うものになるっていうのが本当に素晴らしいなと思います。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のスタジオハーフアイ完全変形ゲッターロボ、ゲッター2のレビューいかがだったでしょうか？この動画を通じてこれを見てる君と一緒にこう手に取ってね、遊んだ気持ちになってもらえれば本当に嬉しく思います。でね、あとは前回のゲッター1から結構年月が経っちゃったんだけど、たくさんのリクエストどうもありがとう。残すところね、あとゲッター3だけなんだけど、まあ今回も同様にね、熱い要望があればぜひやりたいと思います。ゲッター1のレビューの時にも言ったんだけど、まあ普通に考えてこのゲットマシンがモーフィング変形して3段階の変形をするっていうのは不可能なんだけども、それを立体で再現しようとしたっていうところが本当に素晴らしいです。もちろん、これからもずっと大事にします。今回の動画、面白かったな、楽しかった。一緒に触った気になったよという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。チャンネル登録をしておくと、更新情報が届いて、いち早くレビューを見ることができます。なので、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、どんなことでも結構です。おー、トファー。僕はゲッターロボの直撃世代だよ、とか。あ、ワンから、何年経ってんだよとか、僕もスパロボで使ったことあるよとか、当時アニメ見てたよとか、他にもどんなことでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたおでした。またねー。